最後の質問の方をお願いします。はい、就活の進み方をどうすればいいのかわからないっていうのがあって、まず企業の理念とか人材像とかに寄り添って就活するべきなのか、もしくは自己分析を深めて何をやりたいのか、何になりたいのかを考えて、そこから企業に合わせる、なんかもちろん掛け算とかは思うんですけれども、どっちに重みを置いた方がいいのか。おっしゃる通り掛け算で、あらゆる仕事が自分がめちゃめちゃやりたいこと、人生かけて成し遂げたいことと、世の中が何を求めてるか、お客さんが何を求めてるか、そのクロスする場所をタグるっていうのが全ての仕事の本質なんだけど、やっぱ最初の出発点は明らかに自分だよね。自分がやりたいこと、成し遂げたいことを深く深く深く掘って、どういう会社で自分のこの思いが実現するかなと、同時に自分の思いを実現させるためにその会社があるわけじゃないから、自分の能力だとかやりたいことだとかがその会社にいかにしてプラスになるかなっていうのを考えていけばいいんだよね。そこで伺いしたいことがあるんですけれども、どういう軸で就活をされてたのかちょっと気になって、もしよろしければ教えていただきます。俺はね、本当にもう単純で、自分が面白いって思うものを作って、周りが面白いって言ってくれるって突っ立たせるだけ。でエピソードで言うと、インドに一人旅してて、大学1年の時かな。で監禁されたのよ、宝石屋さんみたいなところで。そこから何時間か押し問答があったんだけど、走って逃げて震えるぐらい怖かったんだけど、ホテルとか逃げるより先にインターネットカフェに行って、もう当時流行ってたミクシーっていう SNS で、今殺されそうになったとかって書いてめっちゃコメントくんの。でめっちゃ楽しいと思った。で俺の原点はもうそこの一点に集約されてて、自分が感じた感情とか思ってることとかを何かのコンテンツとして発信して、それで多くの人が心動かされたり、単純にドキドキしたり笑ったりするっていうのが全てで、そのためだったら本当に命より大事かもって思えるぐらい頑張れるんだよ。だからそういう仕事をつければ、金がいくらだろうが多分幸せで、毎日楽しいなと思って。で当時インターネットが全然儲かってるメディアなかったから、テレビでバラエティ番組作るとか、出版社入って本とか雑誌作る、この2つ以外想像がつかなかった、でそれが無理だったら多分普通のサラリーマンやっても不幸になるだろうなと思って。俺海とか好きだから、沖縄のリゾートホテルも受けてた。だからテレビ出版海みたいな。でそしたらテレビ出版全部落ちて、沖縄のリゾートホテルだけ受かって、でもそこが潰れてダメになっちゃって、もう一回自己分析したの。でもやっぱ何回考えても同じで、テレビ出版海またなって、でそうしたら試験の双葉社っていうところ受かったって感じ、まあここまで俺はこうだって思う人は同性派なのかもしれないけど、ずっとそうなんだよね。今実際全て実現されてますね、テレビ出版海っていうところ、そう。箕輪さんのように自分がやりたいこととかしっかり持ってる方は少ないと思ってまして、特に自分自身も何をしたいとか軸があんまりはっきりしてない、どうやって探ればいいのかわからなくて、というのも、自己分析やるじゃないですか、でもなんかやってるうちに自己分析をするために自己分析やってるみたいな。わかるわかる、なんでやってるんだろうと思ってしまって、どうすればいいんですかね。ユージと俺の対談かなんかで、マスト、キャン、ウィルみたいな、あるよね。あれが、ね、結構もう答えが出たなと思ってて、いや全ての物事はマスト、キャン、ウィルの方向でしか進まないっていうのがあって、マストはしなければならないことだよね。大体まあ能力がなかったりっていうのだと、社会人1年目とか部活の1年生とかだと玉拾いしなければならないとか、コピー取りしなければならないとか、マストから始まるじゃん。でそれマストで頑張ってしなければならない仕事をしてると、キャンのこれはできるっていうことが生まれてくるんだ。でこれができるってことが生まれてくると、人間ってさ、すごいねとか言われると大体好きになったりするんじゃん、得意なことって。キャンがいくつか生まれるとウィルになるんだよ。これをしたいって意思、こういうことできるから俺はこれをしたいって。でマストキャンウィルでしか進まないから、それを自分で考えてみるんだよね。マストは何か、キャンは何か、ウィルがある何か、自分はウィルはないけどキャンはあるなとか、ウィルもキャンもないけどマストはあるなっていう自分の立ち位置が気づけて、そっから階段登ってきゃいいんだよ。だから俺の場合就活でウィルがあるんだよね。マストもキャンもないのにウィルがあるって珍しいパターンなんだけど、何もできないけどこれがやりたいとか。でもそういう人は実は少数で、マストだったらまず食っていかなければならないとかあるじゃん。もう最低そこなのよ。就活全滅しても少なくともバイトはしなければならないじゃん。でそういうマストから始めるか、でもキャンがあれば、例えば5カ国語話せます、やりたいことないですっても多分それなりの給料もらえるじゃん。じゃあキャンが強いから、だからそういうので自分を見つめていく。
基本ビルを探る作業じゃん。でも自己分析ばっかやってビルと向き合い続けてもマスコとキャンがおろそかでビルばっか考えてもちょっと痛いやつになっちゃうっていうのがオチだったりするから、それが本当に俺みたいに1円も儲かんなくてもいいからそれが好きなんだっていうこれしかできない異常な人っているわけよ。もうそうじゃない限りはむしろ自己分析ばっかやってなくてマスコとキャンを見つめて入社してキャンを大きくして徐々にウィルを見つけるって方向性でもいいなと思って、うん、だから話聞いてるとさめちゃめちゃあるからさ、キャンがいろんな国籍の人をまとめて1個のアウトプットに導くみたいなのはキャンじゃん。しかも結構レアなキャンだから、うん、そのキャンが活かせる場所ってあると思うんだよね。だからそれは特別俺がやりたいってことじゃなくてもこの会社のこの仕事なら自分の今までのキャンは活かせんなと思うとか、そのいろんな国籍の人をまとめてアウトプットを出すっていうのをもっと抽象化したら、例えば国籍は同じでもいろんな立場の人をまとめてこういう風にする仕事もできるんじゃないかとか、それがキャンでいっぱい考えられんじゃん。自分のキャン活かせる企業って何だろうって思うと全く活かせないとこもあれば、国際的な企業の日本法人とかだと多分大事だしとか、そういう風なのは活かせんなとか考えていけばいいんじゃないかな。キャンの活かし方がわからないっていうところがなんか自分の問題点だったなと思ってて、中学の頃からまあ留学とかもしてとか学生団入ったり兵に行ったりとかは知ったんですけど、それがビジネスシーンで活かせるのかなってすごく。それね、俺の場合ビルだったら問題なかったんだよね多分。本作りたい室みたいな。でもキャンをちゃんと合ってるかどうかを知るためにはやっぱインターンとか OB 訪問とか単純にそこの情報量を取りまくるっていうことに尽きると思う。それがちょっと面倒くさかったら本読むでもいいと思うんだよね。こういう職業があるんだとかこういう苦労があるんだとか、大体ビジネスってこうなってんだとかわかんじゃん。例えば企業の歴史の本読んで、あ、この佐藤さんって人の仕事多分自分にドハマりするわとかって思う。ここになってくるんじゃない、うん、だから俺だったんですが、それこそ今の源太社の社長の健常さんの編集者という病って本とか読んでさ、編集者でこういう苦労したとか、でもあれって編集者になりたくない人が読んでもどんなブラックな仕事だよとか思う話なの。でも俺はそれを読んだ瞬間、うわこれ絶対俺向いてるって思って、しかもやりたいみたいな。だからそういうのを見つけるにはいろんな会社の成功例とか、まあ、失敗例でもいいんだけど、あと人間の成功秘話とか本とか映画とか、まあ、話聞くとか、あちらの情報を持たないと多分想像しても無理だと思う。ビジネスを知って自分の経験のある程度再現性を持ったことが話せるような形になるといいのかなっていうふうに思いました。ということで本日の相談は以上となるんですが、最後にじゃあ感想のほどをヒョンさんの方からお願いします。はい、3つのその悩みがすごくスッキリしたこう良い時間だったのではないかというふうに思ってまして、特に最後のキャンを活かせるための方法とかを詳しく教えていただいたので今後とも活かせていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。